マルコ・デ・グレゴリオは、イタリアの画家である。アドリアーノ・チェチオに、ジュゼッペ・デ・ニッティスラと共に1860年代に、現在のナポリ県のエル・コラーノやポルティチで活動した、レジーナ派の画家の一人である。カプリの風景現在のナポリ県のレシーナで生まれた。1850年以降に、ナポリ美術アカデミーで、カミ・ログエッラやジャチンとジガン手に学んだ。 ジュゼッペ・ガリバルディのイタリア統一運動に加わり、1860年のカンパニアで戦われたボルトゥルノの戦いに参加した。1858年に、風景画家のフェデリコ・ロッサノを、ナポリ近郊のポルティの自宅に招いて、一緒に、レジーナや、ポルティナの風景を描き始めたのがレジーナ派の先駆けで、1863年から、フィレンチェからナポリに留学してきたアドリアーノ・チェチオーニと、 プッラダ州出身のジュゼッペでニッティスが加わり、レジーナ派が形成された。このグループに、ラファエレ・ベラッツィ、アルチェス・テ・カンプリアーニ、アントニー・ノ・レトー、エドアルド・ダル・ボーノらの若いアーティストが加わった。1867年に、チェチオーニがフィレンツェに戻り、1868年にで、ニッティスがパリに移るまでが、レジーナ派の活動時期とされる。1870年頃に、 エジプトを旅し、その後の作品。例えば、ナポリの国立産、マルティーの美術館に収蔵されているアラブの父場や、エジプトの少年を描いた作品には、オリエンタリズムの影響が見られる。1872年にフィレンツェを旅し、マッキア派の画家とも交流した。1875年にナポリで死去した。ありがとうございます。